けど、またちょっと野暮用があってさ。残念。なんか用？いや、その、そういうわけでは。時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。伊織ちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。伊織ちゃんもか。美和ちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。私も行こうかな。美和ちゃんまたね。うん。何？美和子は覚えてない。うん、何でもないの。それでよかったのかも。美和子またね。遅くなっちゃった。いたいた。またそんな女装を。変態ね。着替える暇がなかったんだ。必要な変装だと説明したはずだけど。遅れておいてその態度は。ごめんごめん。そんなことより今日こそ何とかしてもらうわよ。うん。行こうか。位置について。なんであんたがここにいんの？それはこっちのセリフだ。それよりそっちの可愛い子ちゃんは？可愛い子ちゃんだってさ。まんざらでもないな。まだ出たらまずいって。黒服の仲間かもしれないぞ。 BJ が知ってるって。夏の？うさみ、夏のまでどうして？彼の案内で来たの。関ヶ原と一緒にいたロボット？やるもの、二人が揃うなら話が早い。じゃあ起きよ。こんな姿だが。三浦だな。関ヶ原から聞いてるよ。君の目的は？軌道上にいる彼女だよ。同じ目的のようだな。あんたも16番を助けに？私の騎兵もそこにある。17番騎兵か。16番と同じく軌道上に転移したわけだ。軌道上にある正体不明の人工物だ。ここからそれを補足してはいるが、確かに何かはわからない。16番ならそれが何かわかる。前は私が触れたら繋がったじゃない。それが如月の生体 ID でも反応がない。アクセスできないんだ。その理由は谷口修が知っている。アクセスできないのは井田が止めたからだ。彼女の騎兵を。井田？彼が？ああ、権限がどうとか言ってな。16番騎兵を命令権限で停止。それでか。騎兵を作った君から権限を解除できる。
やってみよう。手伝ってくれ。あんたはなんでここへ？俺は助けを求められたんだ、稲葉みゆきに。稲葉みゆきってアイドルの？そう、テレビ番組を使って更新してきたんだ。君たちは彼女を16番と呼んでるけど、あれはもう一人の君だよ。網口くんにも驚いたけど、まさか宇佐美までタイムトラベルしてるなんて。私はもともとこの時代の人間なの。宇佐美が未来人？知ってる人って他にもいるの？ A 組のゆきちゃんとか三浦くんも。え？あいつもか。やっぱり80年代風にアレンジされてるけど、中学の時によく歌ったあの曲そっくりだもん。稲葉は私のハンドルネームだ。アイドルか。そうか、準備ができた。キサラギ、君の ID で彼女にアクセスすると同時に権限をリセットして、騎兵も再起動される。ロックを解除して。行くよ。ダメ。騎兵は正常に起動してる。みんな、助けに来たんだ。ちょっと遅くなったけど。ありがとう。は問題ない。大丈夫。ユニバーサルコントロールは、私を放送コンテンツだと思い込んでいる。稲葉、みゆき？あなたと同じ。如月富よ。教えて。これは何なの？どうなってるの？僕も情報が欲しい。私を信じてくれる？あなたは私なんでしょ。自分を信じられなきゃ何も始まらない。私が転移したのは軌道上の司令船、宇宙計画の第2段階テラフォーミングを統括する人工衛星。テラフォーミングって？今あなたたちがいる場所よ。計画の第2段階は成功している。まさか地表の開拓に使われたのは D か？あれはもともとそのための重機だった。じゃあやっぱり本当なの？ここが地球じゃないって。俺はこの目で確かめた。この街は直径 30km しか存在しない。俺は宇宙船だと思ってたけど。まさか。僕は海外の状況も調べ上げた。ユニバーサルコントロールが情報の辻褄を合わせている。彼は真実を話している。ここからだと居住区のシステム全体が見える。各ターミナルの制御もね。君は騎兵から衛星の操作を？限定的ではあるけどね。そしてそれが可能なのは私が如月富だから。お？宇宙計画の第2段階を設計したのは彼女。テラフォーミングの研究者だったの。彼女の記録よ。2188年2月8日、報告は昨日の続き。シミュレートを行った。25回目のテラフォーミング。今回の焦点はタイプ 57B 惑星、
人類が生存可能レベルまで1800年で到達。時間がかかった方ね。ここまでは問題ない。あとはそうね、森村博士の提案で司令船のシステムを更新したわ。司令船が最終段階の地上施設を監視する。施設の破損や不具合が発生する前に最終段階をやり直す判断をするためにね。博士の口癖、万が一に備えてよ。今日も仕事は順調。でも早く地上に戻りたい。今のは気になることを言っていたな。最終段階をやり直す。そう、もう本当に後がないの。どうなるんだ。間もなく司令船が地平線に隠れるわ。しばらくこのアクセスも切れる。何か策はないのか。ある。もうこれしかないと思う。何をすればいいの。ユニバーサルコントロールを変えられるとしたら、あなたたちだけ。私を信じて。